で岩政、この2人で来ましたね。まあ、両サイドの選手はそれなりにまあ経験豊富な選手ですけど、この2人で来ましたね。そしてボランチに橋本、そして稲本選手来ました。来ましたね、大ベテランといいますかね、はい、今日はまあ稲本選手キャプテンでプレーをするということで、はい、まあ、チームを引っ張っていく1人の選手ということでね、期待したいと思います。そして前なんですけども、私たち森本かと思いきや、うん、石川直弘選手がそうですね、スタメン、はい、ただまあ森本選手がどこのタイミングで出てくるかっていうのも今日の注目のゲームなんですけども、はい、ただ石川、前田、この2人は J リーグでも得点ランキング今1位2位ですから、そうですね、その辺をやはり岡田監督考えての起用かなという感じがしますね。石川直弘選手、皆さん要チェックです。そして右に本田選手、これフリーキック、ね、見たいですね。いるのか、期待したい。どんどんアピールしてほしいですね、うん、とにかく若い選手はここでアピールしないと。もちろんですね、今日のゲームでいいプレーをすることが大事ですね。そしてキャプテンの稲本選手、そして森本、岡田監督どう起用してくるのか期待しましょう。新戦力にも、まもなくキックオフとなります。今前半が始まりました。日本対スコットランド、岡田監督は、まあ、このスコットランド戦に向けてここまではチーム全体の強化に重点を置いてきたが、これからは状況に応じた選手の発掘をしていきたい、そう話していました。長いボールが入ってきます。その通りで、あのちょっとボールが動いてないんで、はい、時間をちょっと作りすぎるなという感じだと思うんですけど、あ、シュート打っていた、本田のシュート、左足、強烈なパンチ力を期待して代表に選んでいると、いや、持ち味をまずね、はい、見せましたよ ね、はい、日本のファーストシュートは本田圭佑。本田圭佑はフェ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 ンロ、オランダリーグで現在5得点を挙げています。これはオランダリーグでは3位という、その得点力を今日見せることができるか。さあ、繋いでくる本田、ワンタッチでいく本田、本田圭佑、外に出した、内田がダイレクトでクロスを入れてくる、はい、ちょっと被っちゃいましたね、2人で、はい、今堅固ですね、はいはい、まあ、早いクロスを低く入れてくるというのがここのところ練習している岡田ジャパンのコンセプト。今内田いい仕事しましたね、あの辺りがね、やっぱり数多く90分の中で回数を増やすというね。中村健吾が最後飛び込んでいきました。厳しいですね、はい、このボールを奪って石川が前を向いた、そして右には中村健吾、石川が中に入っていく、石川がシュートを打ってきた、石川が持ち味を出してきました。出しましたね、今一連の流れ、ピッチの七海さんどう見ましたか。いや、この力では素晴らしいんですけど、はい、ちょっとこう探ってたりこう遊びの時間というのがないんで、はい、ちょっとあのみんながこうもやもやしてる感じしますね。今のプレーは確かにあの思い切りも良くて素晴らしかったですよね。スコットランド繋いできます。さあ、サイドからスコットランド上がっていく、本田が戻る、本田が戻る、11番のコンウェイ、後輩が中に入れて、高さには要注意、もう一回競っていきます。ここで本田がボールを取りました。腰があるかないかですよね、はい、こういう大舞台にいきなりね得点をして、そこから一気にね話題の男になるんだっていう、こういうチャンスですね。さあ、阿部がボールを持つ、本田から中村健吾だ、中村健吾シュート、サイドネットですね、サイドネット、中村健吾の思い切った飛び出し、今のシーンです。ここからね、はい、この変化をつけたボールでね、はい、もう突破に入りましたからね。本田からのボールでした。そうですね、松木さん、はい、初めてボール奪ってからこうスペースと、ね、まあ、早くねスピードが融合しましたね。その通りですよね。だから結局、まあ、日本チームはこの形をいくつ作れるかというのがね、はい、得点のポイントになると思いますよね。ですね、はい、上から乗ってしまいました。しかし石川がボールを持つ、日本がスピードを上げることができるか。追い越していった6番の内田、内田から石川、最後入ったシュートを打っていった。 いいコンビネーションですね、はいはい、ゴール前には19番の前田も詰めていました。
ね、これ2人でね、本当にいい、ちょっと前はね、健吾が左から、今、右からね、はい、石川、いいですね、両サイド、やっぱり2人でコンビネーション作らなかったら、なかなか破れないですね、そうですね、今、まあ、1つの形が日本チームのね、形が作れましたよね、まあ、繰り返し、とにかく岡田ジャパンがここのところ練習している、サイドから速くて低いクロスというのが1つ見られました。本田が前を向く、稲本つないで橋本から岩政、内田、橋本、本田縦に送る、さあ石川から今野、石川が突破を図る、リボン中に入った2人がいる、さあシュートを打てる、中村健吾最後詰め切れませんでした。いや、いい展開でしたね、やっぱり両サイド、あのコーナーの角ですね、あの辺りが非常にワンツーでチャンスを作ってますね。そうですね、ここですね、いいタイミングだね、はい、そして石川の突破からいいチャンス、いやいや、ダイレクトで打ちたかったね、今ね、そうなんですよね、やっぱりワントラップしたらそれの分ね、相手が来るっていうことですよ ね、はい、寄せますね、寄せてくる分ですよね、今ね、今寄せたのは4番のマクマナス、藤井さん、はい、はい、どうぞ。今の石川のスペースの飛び出し最高でしたけど、最後のラストパス愛情たっぷり出してほしかったですね。そうですね、ちょっと強かったね、はい、確かにね。今ホイッスル吹かれて前半終了です。前半終了、日本とスコットランドの一戦、前半を終了して0対0、後半です。